2020年を気持ちよく締めくくって2021年新しい年を迎え入れたいということで PCR 検査を受けにやってまいりました。私自身人生初 PCR 検査となっております。まあ、仕事柄外に出向くことも多く、かつ飲食店のアルバイトとかもしておりまして、最大限のマスクであったりとか手洗い消毒感染予防は努めてまいりましたけれども、やはり外に出ている以上を確率はゼロではないということで、しっかり受けておこうということなんですけれども、身近なところで感染した仲間がいたりするわけではないので大丈夫だろうっていうような気持ちと、一方でもしかしたらあるんじゃないかなっていうようなちょっとだけ不安は正直あるんですけれども、まあそれもね、しっかりと検査を受けて気持ちをスッキリとして牛年を迎えたいと思いますので、行ってみたいと思います。検温は問題ないですね。 2.5cc 必要なので、この三角形のラインのところは 2.5cc なので、はい、ここまで溜めていただく感じ。基本的にはお口に溜めていただいてから、溜まったなと思ったらちょっとマスク外して蓋開けて出して、また閉めて、ちょっとまたマスクして待機していただいてっていうのを何回か繰り返していただければと思います。だいたい5分もあれば取れるので、一応5分ぐらい経ったら声かけますけれども、はい、それまでにもし溜まったようだったらちょっとノックして合図していただきます。この三角錐を満たしたら 2.5cc、 はい、これぐらいだったら出そうですね。そうですね、若い方だと比較的早く出ます。はいはいはい、唾液を入れると。そうです、これだけですか。はい、至ってシンプルですね。そうですね、唾液検査はそれを集めていただくだけなので、はあ、年配の方なんかだとちょっと唾液でやりにくかったりする。あ、そうですね、私自身も10年前と比べると減ってきている実感はありますけど、はい、まあでもまだ出るね。はい、ありがとうございます。はい、これ出たら お入りします。はい、はい、それでは。さすがにね、唾液出すところは皆さんも見たくないと思うので。今ね、三角錐のね、3分の1ぐらい。聞きたくないですよね、皆さんね。何の時間やねんな、これな。すいませんね。検査ですか、検査。PCR 検査。唾液検査。ね。2.5cc を侮っていた。でもね、苦痛なものではないんでね。まあ、私、今までいろんな検査のロケやってきましたけれども、唾液出すだけですから、これ。全然苦痛ではないです。ただね、5分ぐらいっておっしゃってましたよね。まもなく5分ですね。喋んない方が出るのかもね。いいでしょう。先生がおっしゃったように、およそ5分で私の場合は出ました。検査以上終了です。はい。もうあとは、これが検査期間にわたってチェックをされて、問題がなければ、明日の夕方にはもうショートメッセージ大丈夫でしたよと届くということです。もし陽性だった場合はお電話があるということなんですけれども、チェック終了です。あっという間、簡単でした。なので、皆さんもぜひね、まあ、確かに安いものではないですけれども、お仕事でどうしても必要な時でやったりとか、大切な人に会いたいとか、大一番を迎える前にとか、ちょっとでも不安のある人っていうのはね、受けに行ってみてはいかがでしょうか。以上、PCR 検査、現場リポートでした。新年おめでとうございます。ということで PCR 検査が陰性でしたので、無事に1ヶ月ぶりに我が子に会いに帰ってまいりましたね。見ないうちに大きくなって、目もしっかり合うような感じです。お宮参りです。
猿さん寝てます。久しぶりにお祭りの光景を見る。爆睡してます。これよりお参りに行ってまいります。Thank you.